ストライクのサイン出さないでいいよ。ツーストライクになったらサイン出す。この城島ってこのスーパースターなんだろうなと思いながらバッティングいいしね。でもまさにそのカットボールを、まあ、日本球界で広めた投手といえる、うん、広めたのかな分かんないけど、まあ、剣心にはねドラゴンズ行った時に、はい、伝授伝授っていうか、ね、剣心がやっぱ苦しんでたんですよ当時。そのカーブとスライダーもあんま良くなくて、うん、フォークも落ちないで、まあ2年目かなプライで2年目か、うん、球ヘロヘロだったんですよ。ストレートもあんま良くなくて、でなんかどうしたらいいですかみたいな感じだったんで、カットボール覚えればいいじゃんって言って、投げ方こう教えたけど1年目はできませんだった、うん、で2002年ぐらいからあいつカットボール良くなったんだと思うんだけど、やっぱあいつも2年ぐらいかかってると思う。あとはなんか剣心カットボールチャンネルとかやってるでしょあいつ。あ、そうですね、 YouTube チャンネルのタイトルが やってるらしいんだけど、はい、あいつにカットボール語っちゃいけないんだけどな。いやでも剣心誕生日もしたんだよ俺。あ、知ってた。そうですよね、 10歳違いで。うん、6月22日え誕生日一緒なんだよ。あ、知ってました。知ってた、はい、いやいや俺だってウィキペディアよく見るタイプだから。ゲストのウィキペディアはとりあえずチェックして。そうな、ええ、いやいや一緒なんだよ。一緒にお祝いしたりしたことあるんですか。いやいや俺も大先輩で10歳だから。まあそうですね、まあまあでもでもやっぱでも僕はもう剣心のカットボールは今まで見た中でやっぱり一番いいと思います、うん、すごいと思います。あの邪魔でしょうがないですよねあのボールは。本当にストレートはね大したことないけど、やっぱカットボールのスピードがやっぱ剣心あるもん。もうね完全にカットボールチャンネルとか言っちゃってるけど。いや来週会うからちょっと怒っとくから。ちょっと怒っとくダメだね。まあでも剣心ぐらいかな。今誰がいいかね。カットボール結構投げてますよね。みんな投げてるから、ね、今回の日本シリーズも見てたら、うん、まあさすがあの辺に出てくるピッチャーだなって思う、うん、ガンガンいきますもんね、うん、だからやっぱり幅がバッターとしたらすごい、ね、ベース 1.5 倍ぐらい追いかけちゃってる、うん、いいバッターはそこを追いかけないけど、うん、でそこ来るから大変ですよね、うん、そこにきっちり投げてくる。やっぱねインコースに右も左もそうだけどインコースに投げれなければやっぱ、うん、なかなか抑えられないですね、うん、ちょっとでは保守の話も伺いたいなと思うんですが、うん、まあ、バッテリーを組む中で最もすごいと思った保守、うん、いっぱい組んでますよね。いやいや城島じゃない、まあ、全然すごくないけどね。いやいや田村さんが一番すごい。え誰ですか。田村さん。田村さんにしたんですか。いや俺田村さんに育ててもらったから、うん、やっぱ田村さんがいたからやっぱ勝てるようになったし、田村さんのリードもやっぱいいと思うし、はい、やっぱ盗塁されないから、はいはい、だからもう全然気にしなくていいわけなんだ、うん、田村さんびっくりしたの最初入った時に試合でね盗塁されてもう本当に横通っていくわけ、うん、だからちょっと避けないと危ねえじゃん、はい、勝ったよかったじゃん、はい、盗塁できた。いやできないです。できる感じないよね。ないです。いや本当にそのおかげですよ。だから気にしないで投げたしリリーフの時も、はい、もう別にランナー気にしないで投げたから、だからやっぱ僕は田村さんとやっぱ若菜さんかな、2人いたから、だからいろいろ教えてもらったし、その2人にはやっぱすごいと思ったし、すごいっていうかいろいろ教えてもらった、若い時ですしね。あとね大学の時にやっぱ古田がいいキャッチャーだった。古田がやっぱ日米野球一緒で、はい、だけどやっぱ打ってから早かったし肩強かったし、ね、まあその2人、あとは城島選手ね。はい、城島どうやったんですか。迷惑かけられたけど。そうなんですか。だいぶ迷惑かけられた。僕あれですよ、武田さんとかね、うん、工藤さんとか投げてる時城島キャッチャーじゃないですか、うんうん、まあマウンドから文句言ってましたよね。言ってた皆さん。違うんだよお前っつって。あ城島さんに。いや僕だってもうマウンドから言ってるから俺自分バッターボックスいんのに、お前ちょっと何やってんの来いとか、いやもう恋とか当たり前だね。ねいやでもまあ
僕は1年目、まあ、教育係になったんですよ、はい、工藤さんと話して、で王さんがレギュラーにするから、うん、その育ててくれと、うん、で、まあ、じゃあ工藤さんどうするってなって、で俺自主トレ連れてって、はい、そうですよね、そうで田村さんが来て、田村さんと自主トレ一緒にやって、それでリードとかいろいろね、あれして、それでもうあれですよ、毎日一緒に飯食ってました。あ、そうなんですか、うん、ほとんど毎日、うちの実家でも飯食ってた、あいつ。マジですか。そう、ね、本当に毎日一緒に飯食ってた。でもどんな感じだったんですか、あいつ。あんな感じ、あのままですよね、あのままだけど、まあまあ、あのぐらいじゃないとダメなんじゃない、うん、いや、僕もそう思うんですよ、うん、あ、もうあのままっすよ、めげないもん、うん、いやでも泣き目さ書いたら知ったけど、あ、そうすか、めげないもん、やっぱり僕はマウンドからお前つって先輩らが城島にこうやってお前、うん、なんかやってるじゃないですか。そしたら、まあ、まただよみたいな感じでここで言ってるからね。あ、そうなんですね。めんどくせえなぐらいの勢いで、うん、でもあのぐらいじゃないと、うん、でもあのまあでも監督は王さんがだからやっぱ育ってくれみたいなんだから、じゃあ1年目俺でもうやっぱサインこうね、はい、出されて、やっぱあいつが出すとなんかダメな感じがするんだよね、うん、もう、うん、だからもう俺なんかもう2ストライクまでサイン出さないでいいよって言って、2ストライクになったらサイン出せってやってたよ。え、取れるじゃん、だってそんな、いやあんまりうまくなかったけど、とですね、でもまあなんとか取れるじゃん。で2ストライクになったらサイン出さないと振り逃げとかあるから、はいはいはい、で2ストライクになったら出せって、はい、もうサインで首振るのめんどくさいから、はい、勝手に自分で投げるからって。マジですか。マジでマジで。村田兆治さんみたいですね。いやいや、でも兆治さんみたいなフォークボールないから、そんなに落ちるさ、だからもう全然それでも大丈夫だったけど。まあ、僕はもうこうなんかこのバッテリーのやり取りこうやりながら、この城島ってこのスーパースターなんだろうなと思いながら、バッティングいいしね、肩強いし、まあでも取ってから遅かったから盗塁はやっぱされちゃうんですよ、うん、でやっぱ松井とか和夫とかね、うん、早かったから大友とかあの辺だとか捨てられちゃうから、はいはい、まあだから1年目は俺が開幕投手だったから、はい、あいつがレギュラーの年の開幕投手俺で、はいはい、で開幕4連勝よ俺ね、はい、勝って完封完封勝ちで4連勝して、はい、前の年15勝でしょ、はい、俺20勝しちゃうよと思った。そうっすよね。そしたら9連敗したですよね。で防御率もそれで終わっちゃったんですよ、ね、防御率もイニングも15勝の時と一緒なんだ、ほとんど。だからこれはやっぱりそう、城島のせいなのね。城島のせい。でも4連勝の時は城島がかぶってたんです。そう、その後も城島だった。まあでもある時からちょっとリードが変になってくるじゃない、やっぱさ、はいはい、悩む、ね、自分も悩むんだと思うよ、はい、そプロ入って初めてレギュラーになって、下手したら出せなくなるって言いますもんね、キャッチャーね。だからちょっと一歩過ぎだと思う。あ、そうですか、うん、俺と小僧の時はちょっと一歩過ぎだもんね。まあなるでしょう、ね、なるよね。で、まあ次の年はだから僕はもう1年頑張ったからほとんど首振ってないよね。へえ。で、俺は最多勝だったじゃん、だからそれはもうジョーの努力のあれじゃないかな。ほとんど首振ってないですか。ほとんど振ってない。全然なんか多分見てる人も武田さんのイメージ変わってますよ。1年目だけ、1年目の時ももう一周してたの。あれもう何でもいいやとみたいな感じだった。一周したなと思って、うん、本当でもそんな感じでした。だからやっぱり認めてないんですよ僕は。だから認めてなかったんですよ、俺も工藤さんもジョーが。その俺たちの中で与えられたレギュラーみたいな部分があったんで、だから多分認めてなかったからそうなったんだと思うんです。え、ジョーは何年目ですか。ジョーは3年目か、プロ入って。そう考えたらあれ、ロッテの松川なんて上手だよ。すごいっすね。すごいすごい。キャッチャーとしての才能はそれはもう、まあ、ジョーはやっぱ打つのがね、やっぱその辺が良かったし。今はでもキャッチャー打たないとダメですもんね、うん、打たないとなかなかレギュラー取れないですよ ね, ね。でもあれのおかげじゃないの。でもジョーも、まあ、よく、ね、なんか言ってたけど、俺と工藤さんやっぱ怒ったもん、うん、ロッカーでも怒ったし、俺と工藤さんロッカー隣でジョーの席向こうなんだけど、いつもここに座ってたもん。
お前の席ここじゃねえよとか言ってたでもね、でもそれでもやっぱ来るからね、こっちもやっぱ可愛いんですよ、うんね、それめげないから、あれ めげるやつだったらあんな扱いしないもん、まあ、まあそうですよね、めげるやつだったらあんな成績出してないですよ、ね、出してない、まあ僕が最もすごいと思ったキャッチャーは、はい、城島じゃない、やっぱやっぱそういうのに耐えられるんだから、それがすごいよね、だからまあ育ててもらったのは田村さんとかね、やっぱ、はいはい、田村さんなんだけど、すごいと思ったりキャッチャーは城島じゃない、なるほどなるほど、めげないっていうね、そういうね、うん、だから大リーグ行ってもできたんだと思う、うん、まああの武田さんと工藤さんのおかげでモイヤーとかヘルナンデスとかヘでしたとか言ってた、わがままらしい、めちゃくちゃわがままらしいんだけど、そのショックを受けなかったらしい、こんなままのやついるのかっていうショックを受けなかったらしい、免疫が、それは言ってた感謝ですね、じゃあそうだねメジャーでそう思えるから感謝ですよね、そんな感じですよ、ありがとうございます。実際でも中根さんどうですか、久々ですか今日、いや、あれこの間待ってるの、はい、あ、そうですか、はい、時々あるんですよ、あ、そうなんですよ、うん、もう多分これから会うのはゴルフだと思いますけど、ねはい、ええええ、そうなの、なかなか野球では会わないですよね、野球関係、僕あんまりね、ですから武田さん、え、何年やってんでしたっけ、20年20年だよ、あ、20年やってます、もう辞めて20年です、ね、使う方もすごいよね、武田さんを使ってんだからね、なんかお前俺ね、MLB 詳しいの知らないだろお前、だから、いや俺な、あれな、え、詳し、前から詳しかったんですか、前から詳しいんだよ、好きだったんですか、好きなの、あの選手時代から、そうだ、俺あの FA の時だってちょっと考えたもん、行こうかな、本当本当本当、それは本当、ああそうなんですか、うん、じゃ選手なんかも全部結構詳しかったんですね、めっちゃ詳しいじゃない、俺大リーグ中継見てないの、いや中継昔の話とかめっちゃするよね、え、あ、知ってる知ってる知ってる、昔の方が詳しい、昔の選手の方が詳しい、え、何見て知ってたんですか、いや、いろいろ見てたよ、え、雑誌、雑誌見たりとか、すげえわ、マダックスのだって進化どうやって投げるんだろうってずっと研究してたの、なかなか手元の写真がなくてさ、はいはい、今みたいにインターネット発達してないから、はい、めっちゃ探したよ、あれ、そうしたらサークルチェンジだった、あいつのアウトコースから、右バッターのアウトコースからこういう風に石川が投げてんじゃん今、はいはい、だからロッテの石川、はいはい、進化投げてるでしょ、はい、アウトコースから、はい、あれ投げたかったわけよ、でも研究したけど投げれなかった、でもサークルチェンジだった、でもあのマダックスをね、そういうの研究したの、俺なんか、本能でやってると思ってた、まあやったるわぐらいの一応イメージでいたんだけど、そんなだったんですね、そうそうそう、一応ね